ジョージ・スティーブン・ブコビッチは、アメリカ合衆国入りのイシュー・シカゴ出身の、元プロ野球選手。1986年から1987年まで、セーブライオンズに所属した。1977年の MLB ドラフト4巡目で、フィラデルフィア・フィリーズに指名され契約。1980年に、メジャー初昇格し、同年は、ワールドシリーズ制覇のメンバーとなる。 1981年のナリーグ地区シリーズ、大モントリオールエクスポズとの第4戦、10回裏に代打で出場し、サヨナラホームランを放った。1983年、クリーブランドインディアンスに移籍。1986年、セーブライオンズに入団。前年限りで退団したスティーブ・オンティベロスの後釜として期待された。同年、監督の森正明から、 使っている俺が悪い。スケットだと思うからダメなんだ。日本人だと思えば腹が立たない。と言われ、1日でいいからホーナーを貸してほしい。とぼやかれたことがある。目立った成績は残せなかったものの、日本シリーズでは勝負強さを発揮し、1986年の日本シリーズ第8戦では金石明人から日本一を決める決勝二塁打を放ち、 1987年の日本シリーズ第3戦では、江川るから決勝本塁打を放つなど活躍した。同年の日本シリーズでは、4番に座りながら4打席、4三振という、日本シリーズ史上初のチ記録も達成している。1987年限りで対談。ありがとうございます。